関東は昼間の気温が上がらず季節が戻ったかのような体感となりそうです。昨日は 22.5 度まで気温が上がりました。今日はですね、15、6度までしか気温が上がらず3月下旬並みとなりそうなんです。昨日の同じ時間帯と比べてみても6度7度と低くなる見込みとなっております。服装注意が必要ですね。また風向風速についても見ていきましょう。こちらです。北寄りの風が吹きやすくなっております。また沿岸部では平均でも5メートル前後の風が吹く見込みです。風を通しにくい服装が良さそうです。そして関東のアイコンです。このように曇りのち雨アイコン採用している地域が多くあります。雲が広がりすっきりしない空です。すでに雨の降っているところもありますが、一旦止んだとしても再び降りやすくなります。特に午後は一時的にざっと強まる恐れがあります。お帰りの時間帯で強まるところもありそうですので気をつけください。大きな傘が役立ちそうです。最新のお天気はウェザーニュースのアプリから確認することができます。ご活用ください。